愛かな、テーマは。で、愛って聞くとすごくどこにでもあるような話だけども、やっぱり、天中1,2,3とずっと続けてきて、テーマをそれぞれに分けて、なんだろう、力丸のに対する、僕の愛情もあるし、力丸が人に対するゲームの中での愛情もあるし、そういった意味では、愛かな。まあ、監督にも言われたんだけど、天中の今までの流れ、やっぱり全く新しいもんっていう、こうすごく矛盾だらけの発注だから、そういう意味では、すごく悩みましたよ。そこはすごくすごく苦労したかな、僕の中では。それこそ天中1のコンセプトだけど、全く新しい、楽器を使ったりとか、バイオリンの落合って弦一徹っていうコーリングネームね、もうすごく今回よく頑張ってくれたし、まあ、天野清津ってギタリストはずっと天地をずっと、もう彼とも15年ぐらいの付き合い、僕もギター弾くけども、やっぱ彼のギターっていうのはまた、僕ができないことをやれたりするから、すごい、その前、流れとしてはもちろん今までも忍笛とかは入ってたんだけど、大体サンプリングを使ってやってたんだけど、今回はちゃんとその日本の、伝統楽器の演奏家を呼んで新たに録音し直しましたね。今日もドラムのレコーディングだったのは、ドラムはあんまり使わなかったりもしたの。天中の流れを組みながら、全く新しいものってどうもそれ分かりにくいオーダーだから僕の中ではすごく苦労しましたよ。それは大変だった。だから僕がちょうどアジアに目覚めて、まださっき言ったそのプレイステーションの最初のソフトのクライムクラッカーズなんかの時にはまだアジアに目覚めてなかった。その後、まあいろんな理由があって、また話すと長いんだけど、アジアに目覚めた時にちょうどタイミングよくルローニケンシンと天中が、北アフリカのハウサ語っていう言葉なんですけども、まあ、テーマとしては話を聞いた時に、やっぱり大地の広さとか祈り、まあ、その砂漠の中で祈ってるとか、そういうことをイメージした。そのイメージの中で書いていく中で、最初はインターナショナルに発売するゲームだから英語でいこうかとかいう話があったんだけど、英語だと僕のその砂漠の中の孤立感とかで神に祈る感じとかは出ないなと思って、それでできれば日本語で行きたいんだけどって言った。日本語も日本人の中では生活感がありすぎるっていうことで、最初エスペランザ語とかいろんな言葉をチェックしたんだけど、でハウサ語がいいなっていうことに決まったんですよ。そうだね、最近のその若い作曲家の人はバンドの経験がなかったりする、それは僕はすごく心配してる。やっぱバンドの経験というのは非常に大事。それはコミュニケーション能力とか、そういうメンタリティも含めて、バンドのメンバーの中でこう影響されながら
作り上げていくから、やっぱデスクトップミュージックだけだと、生楽器を使わないとやっぱり独りよがりになってしまって、うん、広がりがないね。日本の封建社会っていうか、その過去のね、歴史、いわゆるそういう日本の映画、日本をテーマにしたもので、雅楽だったりとか、そういうものがベーシックにすごいあるから、ちょっと環境音楽とかアンビエントな感じの傾向が強かったと。僕はそういうのは嫌だなと思って、でそういうことをやってる、さっき言った歴史は結構あるので、うん、新しいアジアの切り口みたいなのをずっと探してて、そうすると日本の雅楽とかは、雅楽器は使っても日本のそういうトラディショナルの音楽だけじゃなくて、中国チャイニーズとか、いわゆるあと東南アジアのタイとか、それとか、まあ、西アジアのトルコ、まあ、トルコに一人旅で行った時に結構トルコの影響とかもあったんだけど、そういうイスラム音階、イスラムメロディー、そういうのを全部取り込んで、こうミクスチュアリーなもので、うん、いわゆる西洋のロックのビートとかトランスとか、そういうのを、ミクスチュアリーにしたものだと世界に誰もやってないと。だから日本のその伝統音楽じゃなくて、いわゆるアジアの、僕はいつも言うんだけど、アジアのプログレッシブだと、うん、70年代のプログレッシブロックっていうのは、転調して急に展開がパンと変わったりする、そういうものをアジア的なサウンドでこう転調していくことが、すごくごく自然に聞こえるようなものを作ろうと、そこがアジアのプログレッシブっていう。 Wii と PSP ってそういう意味ではもう同じなんだけど、 PSP の方が後発で2曲増えるので、ドラムとかパーカッシブなものが多くて、そういった部分はクラシックの部分が多くなったんだけど、ドラムってのはまたそれとは違った部分で、より映画音楽に近づいた感じかながします。